おはようございます。車数えるバイト、そうですね、今実は、はい、配信をしながら車を数えるバイト、道路交通庁さんみたいなバイトをさせていただいてまして、絶賛数え中でございます。こんにちは。朝からかわいい、ありがとう。今日もメイクをしていくよ。まず確実に忘れてはいけないのが日焼け止め。甲子園富山負けてから見てないんだけどさなんかなんとなくの結果しか知らないんだけどさ、なんか鳥栖工業とあと小田入りが応援してる慶応のなんか結果ぐらいしか見てないんだけど、何そんな事実上の決勝戦だったの、そんなすごかったの、どことどこ。ホークスファンからすると昨日とこれまでに山本さんに勝ってるのがえぐい。そう、有原さんが5戦3勝分かんないけど勝ってるんですよ。それがホークスファン的にはエグすぎて甲子園一旦置いといてる今すいません、ミュートのままでした。絶賛日焼け止めぬりぬり中ですとしか言ってないんで、全然大した話してないです、すいません。あれ、
昨日さ、なんか洗顔を、まあ、違うのを使ったんですけど、そう、そしたら新しく買ったやつを使ったのね。したら目の中に入っちゃってめっちゃ痛かったんですよ。めっちゃ痛いってなっちゃったら目をまばたきさせたらめっちゃおもろいことに、そう、洗顔が中に入ってるから、目の中に入ってるから泡が出てくんの、目の中からめっちゃおもろかった。昨日の夜爆笑してた。そう、まばたきすればするほど泡が出てくるのやばいっすよね。やばかったです。おもろすぎた、マジで。本当にめっちゃ痛いけど、なんかもうその光景がおもろすぎて、もう笑顔みたいな。そう、鏡に向かって、あ、目痛い目痛い目痛いってこうやってやってたら、ここら辺からポコ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 って泡が出てきて、最高におもろかったです。多分目には良くない。こんにちは。私の渾身の面白かった昨日の話をしても誰も笑ってくれない。え、なんで、みんな笑ってよ。お話し会追加するならいつがおすすめ。10月14日の4部がもう売り切れ間近みたいな感じで、あとおすすめの日は一応画像でね、ファンの方が作ってくださった画像に載ってるんですけど、12月10日の4部とか1月14日の4部とかです。で、1月13日の、あ、それはもうソールドアウトだ、嬉しい。そんな感じ。もう一回いきますね。すいません、最初からいきます。10月14日の4部、12月10日の4部、1月14日の4部。今日もユーピンク、大好きなユーピンクちゃんを使っていきたいと思います。こんなけなけど、こんにちは。
今日もメイク終わったら配信終わっちゃう。今日は5時ぐらいに1回起きて、もう1回寝て、次が7時ぐらいにもう1回起きて、もう1回寝て、8時半ぐらいにもう1回起きました。そう、夜配信なんかわかんない、SH メンズって何、SH メンズがわかんない、 SH メンズってなんだろう、マジでごめん、私ほんとそこら辺の知識がない、ごじった、もう一回書こうもう一回書こう、私さ化粧品とかさ知識疎いのにさ、メンズの化粧品とかもっと知らないよそうだよ、メンズでも使える化粧品とかあったら教えて、あ、どうしよう、やっぱそうだよね、メンズの化粧品ギャツビーしか知らない、ギャツビーってメンズの化粧品になるのかわかんないけど、ギャツビーってあれですよね、あのじゃ西洋の化粧品メンズが使うのってあり、え、絶対ありでしょ、別になしではないでしょ、それが自分の肌に合ってるか合ってないかは人それぞれだけど、田口真中ちゃんって後輩だって、後輩です、後輩です、ハルピョンのおすすめの化粧品、マジでおすすめなのは本当にユーライクなの、何でもピンク系なんだよね、ユーライクって、ユーライクじゃなかった、ユーライクはあれだ、カメラアプリだ、ユーピンク、そうでもピンク系だから、
ク東京と RMK、 あよく聞く。あとセザンヌね。キャンメイク東京とセザンヌは特にプチプラだから学生も手出しやすいって感じのお値段なんですよ。だから多分よく聞く。 RMK はまあメンバーがよく使ってますね。ちょっと高めの。ちょっと高めのいいコスプ。なんかさ、メンバーがみんなどんどん卒業していってるわけじゃないですか、今。ハッツとかさ、この間卒業したばっかりだと思ってたのにさ、もう1ヶ月が経とうとしてますみたいな。やばみたいな。もう1ヶ月と思ってびっくり。ほんとにモーニングハルピョンの髪の毛いる人抜けた。てか女優ライト、そう、さっき車数える仕事してたのは女優ライトが全然つかなくて終わった。マジで終わった。壊れた。ミックミックさん、ハートありがとうございます。昨日さ、お風呂でさ、わ、爪割れてる。お風呂でさ、昨日湯船使ったんですけど、お風呂で足が痒くなったので足をかいてたんですね。そしたら爪取れました。爪、ネイル。爪取れたっていうのやめなさいってよくファンの人に言われる。怖いからって。ごめん。ネイル取れました。悲しい現実。もう多分ね、うちのファン長い歴みたいな人だったら聞き慣れたと思う。爪取れた、あ、またねみたいな感じだと思うけど、多分新規のファンの人とか初めて配信見に来てくれた人とかに爪取れたって言うとマジビビられる。そりゃそう。そりゃそうだよね。付け爪っていうかね、付け爪ではないんだよね。そう、地爪の上に何、なんか UV ライトで固まるやつでネイルっていうものをしてるんだけど、なんか それが取れたって感じ。そう、石鹸とかさ、シャンプーとかさ使ったらさ、そう、ちょっとずつ剥がれていっちゃうよって感じ。そう、私はジェルネイルです。まあマニキュアのこともあるんだけど、
なんか長期間、例えばそれこそ今は B カラーで、まあ、CMB のコンサート5日にやって、で7日もセナタンの卒業公演だったから B だしそのままでいっかと思って、そう長期間やろうと思ったからちょっとジェルにした。リクは春一番が吹く頃に投票します。なんかさ、そのメンバーでなんかおすすめの曲みたいなのを一人一曲決めてくださいみたいな言われたんですけど、なんかこれっていう思い入れのある楽曲っていうのがあんまりないかな。そう、今のこのなんていうのあれの中で、公演楽曲だけって言われた中で、そうだから、なんか正直何でもいいなって感じなんですよね。そう、だから何、なんか締め切りあるんですけど何にするか迷ってます今。なんかいいのあったら教えて。なんかいいのあったら教えて。ということで、足元完成したので配信終わります。寂しい？ちょっと来週はね、ショールームまた強化できる月間だと思う。ちょっと今週はいろいろ予定入れたりお仕事あったりとかでちょっと厳しいんだけど、だからまた来週いっぱいやると思うんで見てくださいって感じです。うん、ちょっと爪もね、ここ今欠けちゃってて切りたい。夜会えないと寂しい。ピョンムービー見て元気出して、よし、ちゃんと車数えるね。ありがとう、分かった、頑張る。壊れたけど、じゃあランキングいきます。よいしょ、ちょっと待って、爪が気になっちゃう。いきます。1位あのね、あとミッサが最高さん。あれあれ。ありがとう。2位9時の大悟さん、ありがとう。3位マックミックさん、ありがとう。4位にゃこさん、ありがとう。5位ベベボンさん、ありがとう。6位青空さん、ありがとう。7位山内さん、ありがとう。8位赤肌のソルティさん、ありがとう。9位身近なバナナちゃん、ありがとう。10位カーとピョンズさん、ありがとう。11位高市さん、ありがとう。12位まことあっと沖縄ドルオタさん、ありがとう。12位、13位ケンキザキさん、ありがとう。みんなありがとうございます。そして本日のラッキーナンバーは、お、すごい、1234すごくない？じゃあせっかくなんで56位を読みます。1234なんで56位の方、デレレレレレレン、なんて読むんだろう、ランテーンさん、あ
ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。またちょっと夜は分かんないけども明日もちゃんとやるのとピョムービーは送るのでよろしくお願いします。それではバイバイ、ありがとう、おやすみ、おやすみじゃないけどおやすみ、バイバイ、またね。